はい、どうもトラクチです。今回はですね、アニバーサリーの選抜総選挙のスロットをやっていきたいなと思います。所持投票権が621枚ありますんでね、これ回していきたいなと思います。で、まあ、その後にね、A ランクのね、リチームミキサーもやろうと思ってます。はい、前回というか前に言った通り、全部梅野選手に行きますんで、はい、一番最初のね、時に A ランク契約書スロットで出ましたんでね、今回も A ランク契約書とか S ランク契約書とか当たればいいなと思ってます。じゃあ引いていきます。はい、コインですね。さあ、コインですね。お、エナジー来ました。はい、エナジーがあんまりないんで助かります。コイン、まあ、エナジーでもいいんでね、バンバン来てもらいたいですけど、なかなか来ないですね。おお、もうエナジー来ましたね。うん、ビの局長2枚いきましたね。はい、 S ランクでもせないし、でもしないですね。おー、エナク、おー、エナク来た、来ました、ありがとうございます。2枚目です、 A ランク局長。おお、来るもんだ、 S ランク局長も。うん、多分ね、あと400万。おー、よろしい、よし、おお、またいいな、おお、餌の曲調がチラッと、おお、スカウトポイント2倍ですね。いいかな。おおお、焦る。ああ、エナジー来ましたね。おおおおおお、エナジー、オッケー。うん、結構エナジー来てくれます、ありがとう。おお、またエナジー、ちょっとね、S ランク来ちゃう。エロク、おお、うん、あお、スカウトポイント、おお、エロク、おお、おお、いいですね。はい、ありがとうございます。うん、エロク、結構エロクきますね、めちゃくちゃありがたい。これからどんどん貯めていかないといけないんでね。さあ、 S ランク契約書は来ないか、あとこれ入れて2回かな。おおおおおお、 S ランク見えるだけでも興奮する。うん、さあ最後ですかね。はい、おお、ビロン契約書の、結構来ますね。はい、ありがとうございます。エナジー、まあ22エナジー、まあ12ぐらい来たんですかね。はい、じゃあミキサー行きますね。こっちは、こっちは、はい、A ランクの時中ミキサー行きます。 S ランクはちょっとね、前回やるっぽいことを言ってたとは思うんですけども、ちょっともうちょっと考えてからやります。はい、A ランク自治ミキサーいきます。と前に契約書いきましょうか。今 A ランク来ましたよね。 A ランク2枚ありますね。スロットと800で、これ2枚引きます。はい、阪神の選手でお願いします。このランダムの A ランク契約書でね、
実用に行って嬉しいんですけど、なかなかないですね、やっぱり。さあ、高山選手あたり来てくれると、ヤングマン、はい、じゃあ巨人ですね、ヤングマンが来ましたね。もう一枚ですね、阪神の選手でお願いします。さあどうでしょう、1回ぐらい来てくれても渡辺選手、この子来てくれないですね、やっぱりね、チームは。じゃあこれでミキサー行きましょうか。はい、自チームですね。まあ一応狙いの選手としては、いつも言ってる通り S ランクのね持ってる選手がいいんですけども、はい、こういう感じですね、 S ランク持ってる選手は。はい、まあ極みの選手がまだいません。青柳選手、前回ね福袋で取れた青柳選手が4枚で A ランク4枚持ってますんでね、それが一応最高なんですよね、 S ランク持ってる選手の A ランク所持数としては。だからまあ S ランク持ってる選手であれば誰来てくれてもスピリッツは上がるっていう感じです。はい、じゃあ行きます。まあ下から行きましょうか。はい、お願いします。来い、岩崎選手がねちょっと6枚 A ランクあるんで、もう岩崎選手がちょっと当分いらないかなと思います。データ来そう。おお、桑原選手これで一つ4になるのかな。はい、今まだ育成中なんですけどね、一つ3をね。はい、桑原選手ね、シリーズ2では出ないかもしれないんで、今のうちに取れてよかったです。はい、現在、8月24日のまあお昼なんですけども、選抜総選挙ですね、1280票いってます。まあだいたい半分ぐらいいってますんでね、まあ無課金でやってますんで、エナジーはなるべく使わないようにして、前回福袋も引いたんでね、エナジー全然ないんで、なるべくエナジーを消費を少なく貯めていきたいなと思ってます。はい、今回はこんな感じですね。はい、まあまた動画上げたいと思いますんで、見ていただけると嬉しいです。以上、トラキチでした。